深井史郎は日本のクラシック音楽の作曲家、旧川弁軍荒谷町に医者の三男として生まれる。秋田中学校を経て1927年に旧西大七高等学校を卒業。中学校時代に同校教諭の石田直太郎からレコードを聴かされたことが西洋音楽と関わるきっかけとなり、主にストラビンスキー、ラベル、ファリアなどの影響を受ける。 当初は帝国大学理科を志すも、肺病を病んだため断念。療養後、東京高等音楽学院と帝国音楽学校に入学。学校に席を置きながら、菅原メロに指示する。なお、同門には、ラジオ体操第一などを手掛け、日本のクラシック音楽の大衆化に尽力した、服部忠や、数多くの行進曲、応援歌を作曲し、 和製スーザと称された古関雄次らがいた。1933年、新興協楽団法人作曲コンクールに5つのパロディが入選する。その後1939年、楽団プロメテを安倍孔明らと結成する。1940年には、紀元2600年記念を音楽として舞踏組曲、創造を発表。振り付けは、 江口隆也と秋田中学校出身の石井清が担当した。クラシック音楽だけでなく、映画音楽や放送音楽なども手掛け、1953年に雪女で文部省芸術祭作曲奨励賞を、1956年に大鳥城の花嫁でアジア映画祭音楽賞をそれぞれ受賞する。また、日本テレビが放送開始、終了を知らせる際に、 開局当時から長期にわたって使用しているアニメーション映像、鳩の休日の BGM、没後の1972年から1975年に放送された富士テレビ FNN ニュースのオープニングタイトルテーマを作曲している。その他にも母校をはじめとした多くの学校の校歌も作曲している。映画音楽の仕事で京都市に滞在中。 共振症で1959年7月2日に、急性、52歳没。1959年7月12日には、NHK ラジオ、現代の音楽で、人と作品、深い城老をたんで、が放送された。パロディ的な四楽章の改定、三巻編成版のスコアが半世紀以上にわたって、行方不明になっていたが、2004年に、 自筆譜が発見され、全音楽譜出版社によって永遠本が出版されている。1955年。ありがとうございます。